こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はフィルインってどうやってバリエーション作ればいいですかってお話があったので、まあちょっと初心者用なんですけど、フィルインの作り方って2拍のフィルインってやつをやっていきたいと思います。で、まあ中級者とかでもちょっとあこういうコツがあるんだみたいなことを感じていただければ嬉しいなと思います。まず内容的にはですね、ドラムのまず起譜法、もう超初心者用からで、音符の1から6、音符は僕1から15番まで、音符の番号を釣ってあります。それを組み合わせて、フィルインとかリズムパターンを作っていくんですが、その1から6までのお話ですね。3番は、8分音符のタン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 って右耳なの右左なのっていうお話、そして組み合わせて、実際組み合わせてフィルをやってみましょうっていうところですね。3の頭はハイハットとバスドラに、頭をちょっと避ける傾向にあるので、そこはちょっとまた このご説明します。ちょっと実際のポップスで使うのはこちら、これ結構重要なので覚えておいてほしいです。でタムは加工が基本になります。タム移動するときはね、で拍ごとにタム移動するタイプと、拍の、8分音符の タイミングでタム移動していくタイミング、そうするとちょっと上級者っぽくなるので、で頭の、音を低いところから、要は加工系と言っておきながらも低いところからはどうやって使えばいいかで、左手で加工するっていう、やり方、つまりこう裏拍で加工していくってやり方、そして拍の頭を避けるというお話をしていきたいと思います。それでは始めていきましょう。はい、まず起譜法ですね。まずバスドラとスネアは、まあこれ平音記号じゃなくてリズム記号なんですが、平音記号で考えると、このラの位置にバスドラ、スネアのところはここですね。でロックの場合はバスドラは押さえつけでいいです。ヒールアップ、ここのかかと上げたまま、ドンと持ち上げてこうやって踏んで、スネアは、まあ押さえつけで構わないと思います。クラッシュは、こういう斜めにこうやって当てるんですが、こう必ずバスドラを伴いますので気をつけましょう。でハイハット、まあ、ここの位置に書いてあるペケはハイハットなんですが、ライドで叩いても構わないです。でライドっていうのはこうやって斜めに叩けば、上から叩けばライドで、斜めにこうやって当てるとクラッシュになります。まあ、音の違いで、こっちはクラッシュに向いてる、こっちはライドに向いてるだけなので、こっちでクラッシュすることももちろんあります。ただ分厚くて大きいと音が鳴りやみにくいので、こっちの方がクラッシュに向いてるよっていうだけの話ですね。はい、それでは、音符ですね。音符は、四分音符、練習するときはですね、バスドラ四分をハイハットを2音、これいける人だけでいいです。なかったら、バスドラだけでいいです。ワンツー、そしてスネアを、4つ叩いたらクラッシュしましょう。次2番ですね。これを右右右左どっちかっていう話なんですけど、これってまあ右右にすると音は短く聞こえがちなんですよ。もう若干の違いなんですけど、ただ、ゆったりさせたい時は右左、こう例えばこう詰まった感じ、こういうこう跳ねた感じのリズムの時は右右の方が適してますね。はい、なので右左でいってみますね。3番は右左右右右右右左、常に右からです。4番は左右ですね。5番は右右左です。6番は右左左という音符になります。この手順を守ります。ところが6番とか3番とか5番とかって基本的にこの長さが25、25、50、ね、一緒一拍が100としたら、50、25、25、25、50、25、25と50じゃないですか。だから左右で割ると3連みたいな、6番みたいな音符なんかもできるから、その時は右左右右左右で叩きますね。どっちともいけるみたいな感じだから、こう右左左の方が自然ときっちりした音符になりやすくて、左右に分けると、まあ、3連に寄りやすくなるっていうことと、まあ例えば6番の音符を右左右でやっちゃって、でやっちゃうと次左からしか音符がいけないので、4番の音符が来るとクラッシュ、次左手で行かなきゃいけなくなるんですね。だから拍の頭必ず右手になるように、手順を決めてありますので、このように練習してみてください。じゃあ組み合わせてフィルですね、例えば4番4番とかですね、こういうのを練習するわけですね。で4小節ごとなんで、まあこう YouTube の定番の僕がよく
後ろで使ってるやつを使わせていただいて、やっていきたいと思いますが、このタンタンタカタカとかですね。ね、これ4番2番などを、まあ合わせて1番から順番にやっていきたい。まあこれは4番と4番の組み合わせなんで、こういうのを練習してくださいね。もういきなりこっちからやりますね。ではやってみたいと思います。ワン、ツー、スリID、1番から8番までをざっとやってみました。こうやってこういう音符の組み合わせだけでうまくいくでしょ。で実際コピーしてみると分かるんですけど、こういう頭からフィルインってなかなか入らないんですよね。だからタンタンタカタカも最初の3拍目の頭はこのバスラとハイハットで、ここまでがリズムパターンっていう風に考える方がすごくよく使われてます。なのでこうやって、コピーする時もこれじゃないかなっていう風に感じてやってもらうと分かると思うんですけど、こういう風になってることが多いです。だから例えば2番なんかこのっていう具合に行くことが多いですね。という風に考えてもらうと、こう初級からこう中級に行きたい人なんかも、こう頭拍からこうフィルイン使わずにフレーズは裏から表に行った方がこう、まあ、滑らかな感じですね。ただロックとかの場合はもう頭からドシっていうのが欲しいみたいな、みたいなのはよく使うんで、だから絶対じゃないんですよ。だからこう頭端からゴツっていった方がこうなんていうか太い感じにはなるけど、こう要はさらっとした感じはならないじゃないですか。だからポップスなんかは裏端から入るっていうのが、基本になります。じゃあタムに移動する場合は、タムの起伏法はですね、ハイタム、僕はスネアと、まあ、バスラーも決まってるんで、その間を使うんで、どこ使ってもらってもいいんですけど、まあ、スネアよりも上、バスラーにマウントしてあるやつはこう、ここで、もっと増えたらここより上にこう線で起伏していけばいい。でフロアタムは下に、フロアバスラーと、まあ、スネアの間かなっていうのがイメージです。この起伏法にしてるとか多いですけど、スネア自体をねもう一段下にしてる人とか、スネア自体を一番上にしてる人とかもいるんですけど、まあこれが一番基本だと思いますので、これで覚えましょう。でタムがワンタムの人は、ここのタムがあった場合はここを重ねればいいかなと思います。まず拍ごとにタムを移動するってことなので、こういう感じの、フィルインになります。そうすると拍のさっき言ったみたいな頭からドンドンなので、まあ悪く言うとモサイだけど、よく言うとぶっとい感じに聞こえるわけですね。なのでこれはまあどちらでも全然いいですが、最初の、フレーズでやるときはもうバスラも踏んでみたいなフィルインでも全然平気かなと思います。ドラマまずリズムが狂わないってことが前提なので、まずはこう基本的なもので狂わないようにしていく。で裏拍から入る、裏からフィルインが入ったどうかってお客さんほとんどわからないんで、そこはまあミュージシャンの こだわりだったりとかするし、まあ長くやってくるとこの人なんかいいなっていうのはそういうところで工夫されてるわけですね。それよりもリズムが狂ったらどんなにいいことやっても台無しになってしまうので、リズムが狂わないことですね。自分のできる身の丈に合ったフィルインを選びましょう。全然大丈夫です。同じフィルインでも全然それに気づいてるお客さん誰もいないですからね。次タンタンタカトンを、例えばだったものをこういう風に拍の間、例えばタカタカ
かったのをやるとスピード感が増すじゃないですか。だから8分音符の単位でこう、ってやったり、ってやったりするってことですね。まあこういうふうに練習していただければいいかなと思います。で、頭の音を低いところからっていうことなんですが、要は僕はこういうロック系のフィルインっていうのはメロディーではなくてリズムの変形だと思ってるので、低いところから始まって加工すると思ってるんです。だから低いところ低いとこから始まってアップしてクラッシュに行く分にはこういうのも全然大丈夫だと思ってるんですね。だから最初の音を低いとこから、グレーの永井さんとかはこのフィルインがめちゃくちゃ多いですが、これ非常にロックっぽいですね。ドシッとしてるしね、かっこいいと思います。はい、左手からの移動ってことですが、まあポップス系になってくるとこうもっとスピード感が、要はこれはパトンとでっていう風に下ってくるとか、ここの部分なんかはこれ、タトと取っていくとちょっと交差しやすいので、よくあるのはこれタムをこう三角形で考えて、まずこの三角形で考えると、この三角形で考えて、こっちの三角形で考えて、すごいこうなっちゃうじゃないですかっていうのはよく使うので、こういうパターンを覚えておきます。なのでこれスピード感、ミスチルのドラムとかが多いんですよね。非常に素晴らしい、あの音選びがかっこいいドラマーですよね。こう裏からとか下がったとこから上がってって、左で降りていく、左手で降りてるっていうのがいわゆるその16の裏拍から降りるってことなんですね。僕昔その全然分かってないけど、なんかコピーしてると左手使ってフィルインするとかっこいいっていう風に僕はその時は思ってました。今考えると裏拍ってことですね。ということです。で最後にさっきやったこの例えばタタタンタタタンをの表拍を避けたい時はやったと思うんですけど、今度は1個16足しちゃう、こうつたうたたたたって裏から裏に音が1個添えられてるだけでこうクッて押された感じっていう風になると思うので、頭の拍を避ける、要はドンっていきなりフィルインじゃなくて手前に音を出すか、1個後ろからスタートさせるかっていうところが、これが結構ポイントですね。かっこいいフィルインにするためのポイントです。だからこれ2つでもいいですよ。やってもかっこいいと思います。というわけでフィルインの作り方っていうのは、じゃあそのなんていうんですか、こう裏から行けばかっこいいかって、ジャズとかポップスとか比較的そういう風です。でもロックの場合はもういきなり表から。分かりやすい方が音も歪んでるし、ということはパワーが欲しいわけです。ドスドスって。パワーが欲しい場合はこういう風に叩きますね。だからもっと叩くし、もっと体重かけるし、これねあんまり体重かけると割れちゃうんですよ。なのでちょっと押さえて叩いてますが、あのロック系の場合はもっとね、あのバスドラもうミュートバンバンにかけてやってますけど、そういう時はまあ、あのスタジオで防音も吸音もされてるところでやってます。まあでも内容さえ分かればね、結局僕が伝えたいのはその音色とかそういうこと、まあもちろん音色はすごい大事ですよ、大事ですけど、今やってるのは、こうどういう風に拍を作るかっていうお話なので、その辺理解していただけるといいかなと思います。というわけでちょっとてんこ盛りでしたが、本日は以上になります。ご視聴最後までありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。